メホラーアンティークコインマニアのレイコです。今回はヘリテージオークションのプレビュー動画です。今回のタイトルには HKINF ということで、いつもは香港インターナショナルヌミスマティックフェアというコインショーで行われているオークションのことです。香港コインショーの中でもヘリテージの方で呼ばれているコインショーですね。新型コロナウイルスの影響がなければ私たちも本来参加してたコインショーなので、いやー悔しいですね。やっぱり私毎年参加してたので、ちなみに私がいたのはこの写真のチムスアーチョイっていうところなんですけど、クーロンのすぐ近く、島ではない方です。この写真は当時のオフィスから撮ったものなんですけれども、香港らしさがなくて申し訳ないです。ちょっと色々探したんですけどなかなかいいのがなくて、あっち側ですね、この辺の山のところが香港島です。でここの水辺がビクトリアハーバー、ここスターフェリーでね5分ぐらいで行き来できます。香港って広東語なんですけど、これがまた中国本土メインランドとは全然違っていて、あっちは北京語なんですけれども、例えばニーハオっていうのもニーホーって言ったりします。でその語尾に香港独特の癖 LA ラーをつけてニーハラーとか言ったりしますね。あとシェイシェイっていうのも広東語だとウンゴイチャイって言ったりします。もうウから始まる言葉なんて馴染みがないですよね。来年の春には香港に行けそうなので待ち遠しいです。みんなに会いたいですね。やはり香港のコインショーということでアジアと中国コインが多めです。中国コインといえばジャンク、遠征街、開国記念碑、羽帽子、あと自動車柄というところでしょうか。これは全て呼び名なのでなんとなく覚えておいてください。ここ10年緩やかな右肩上がりをしているアジアのコインもご紹介しますので最後までご覧ください。入札代行も受けたまっておりますので詳しくは公式 LINE よりお待ちしております。ロットナンバー34001、ベトナムゴティエン銀貨コウモリ MS62 です。これね、あの名前の通りコウモリのデザインになってます。これが幸運と幸福のモチーフであるコウモリが5匹も描かれているので結構ね縁起がいいコインですね。これはでしかも状態が MS62、 MS がついてるのがすごいですよね。薄くて結構割れちゃったりとか穴開いたりとかするので、あんなんの銀貨とか金貨っていうのはこの評価がいいものを手に入れてください。でもし本当にベトナムのコイン手に入れるなら状態がいいものを手に入れてください。でそしてこれなかなか見たことないデザインですよね。見たことないっていうことはコインは貴重だっていうことを覚えててください。私も見たことなければ多分皆さんも見たことがないので、ということは希少価値が高いっていうことになります。ロットナンバー34003、営量北ボルネオ2分の1ドルトークン MS63BN。 そうなんです、これなんか一見銀貨かなと思うんですけどすごい状態のいい銅貨ですね。これはラミーファイバーっていう繊維の会社ですかね、そこで使われてたトークンになります。この表側のクジャクのデザインといえばミャンマーのコインなどが思い浮かびますが、この銅貨はまさにそのミャンマーのコインをインスパイアしたものだって言われてます。かわいいですねこれね。銅貨でこれだけのグレードがあったら申し分ないんじゃないでしょうかね。ロットナンバー34004、ビルマピーコック16分の1キャット MS66。 ビルマ、ミャンマーといえばこれですね。やっぱりこれねすっごいちっちゃい銀貨なんですよ。重さはなんと 0.73g で、何がすごいってエスティメート落札評価額が4000ドルなんですよ。これスラブで見るとわかるんですけどね、こんなにちっちゃいんですよ。これくらいかな、1円玉ぐらいかな、そんなないかな。でこのコインはどんなサイズもいろいろあるんですけれども、どれも高くなってきてます。でもし初めてアジアコインという方はぜひ、まだねちょっとお手頃な値段なんで狙ってみてはいかがでしょうか。ロットナンバー34009、船型重量金錠ですね。これはインゴットタイプです。で、この下の方の説明を読んでみると、データによると、1752年1月18日に南シナ海で船が難破したそうですと。その難破船には大量の磁器、お皿とか壺とかですね。それに加えて147個の金の棒とインゴットが含まれてたとのことだそうです。で、この独特の形とデザインの特徴から貿易に使用されていたものが多かったようです。ということで、1985年にマイケル・ハッチャー大尉によってオランダの東インド会社のゲルダー・マルセンから回収された中の一つだそうです。いいですね、こういう難破船から出てきたなんて。これは南京カーゴといって、南京船か南京の船のお金って呼ばれてるみたいです。で重さは 366.47g と結構大きいですけども、だいたいこれぐらいですかね、手のひらに乗るぐらいですかね。で私の知り合いでこういうインゴットを
専門に集めてる方がいるんですけど、一体どうやって保管してるかがね、すごい気になるんですよね。オークションとかでもこう、ガンガンこう札を上げて、金錠とか銀錠って言われるものを落としてるんですけど、コインと違ってかさばるんでね、ちょっとね、気になるところです。現在の価格は$21,000です。ちょっとね、もし、変わり種が欲しい方は、ぜひ、ご入札をよろしくお願いします。ロットナンバー3401に、新高知通報方言局。これ、なんじゃいということで、オークションワールドで出品された平尾三平コレクションです。出てきましたね。ちなみに、銅貨です。関越通報とかと同じような素材でできてます。ただ、かなりでかいです。236g もありますね。大きさで言うと、ちょっとスラブが大きいかもしれないですけど、大体の大きさが、62×10 なんで、大体これぐらいですね。で、これ、方言局ってなんで分かったかっていうと、これはもう、もはや慣れなんですけれども、左の文字が宝っていう字です。で、右側が三髄片に花の弦ですね。で、この右側のバリエーションでどこの造幣局で作られたかっていうのが分かります。これはいわゆる満州文字と呼ばれるもので、今のモンゴルの文字に似てますね。これを縦書きにしたものがチベットの文字です。で、このコインの魅力的なところっていうのが、下にも書いてあるんですけれども、謎なんです。なんで作られたかっていうのが分からないようなんですね。でもパレスキャッシュと言って、王宮内の儀式や祝賀行事用なのか、はたまた祖先崇拝の宮殿での使用なのかなど、調べれば調べるほど謎が多いコインになってます。一体ね、いくらまで伸びるんでしょうかね。現在価格が15,500ということで、もうちょっといくんじゃないですかね。ただ、こういうものに関しては、真贋が難しいものもあるので、裸のコインを買うときは本当に気をつけてください。ロットナンバー34014、中国1908年、高著原宝7002部ですね。ということで、これは単年号の発行のため、とても人気が高い銀貨になっています。で、この竜のデザインっていうのが縁起がいいので、どんな状態でも人気が高い銀貨ですね。というわけで、日本の縁起も中国の方に人気というわけです。だから聞いてみるとね、何枚でもいいと。もう何キロあってもいいって言ってきますね。今が、$36,000。まあ、すごいですよね。もういきなりこう金額がトンと上がった感じなんですけども、これが中国コインです。ロットナンバー34038、大新銀幣1両湖北省造ということで、これ大新銀幣って読みます。で、湖北省で作られたものっていうやつですね。で、単位は1両。で、これが出ました。大新銀幣ということで、大体中国のディーラーの方には、この辺の銀貨、銀幣ありますかって言われますね。で、サイズは香港貿易銀とか、日本の縁銀、メキシコの8リアル銀貨もそうですけど、貿易決済用の銀貨ですね。ということは、そもそもが流通貨幣なんですよ。で、これぐらい綺麗な状態を見つけるのは大変です。MS62 結構グレードいいですね。で、ちなみに$225,000すごいですね。上がってきましたね、金額。なんかこの前見たより上がってますね。これが中国銀貨です。何回も言います、今日は。というわけで次、ロットナンバー34115、遠征街七分まぶたパターン 1MS64。これね、天津で作られたっていうこちらの銀貨で、名前の通り、なんかね、まぶたがね、これぐらいなんですよ。これ開いてない、これぐらい。まぶたが7部って感じなんですよね。まあ、権力者のね、余裕でしょうか。外国から流入する銀貨を排除して国の貨幣を統一するために作られた。すごいですね、理由が。後ろは1円、シンプルですね。で、これがね、衛星外の通貨改革ってやつですね。で、ピナクルコレクションでは SP58、ノーマン・ジェイコブスコレクションでは MS62、そしてこちらが MS64 ということで、一体ね、どういう金額になるかね、楽しみですね。そして次、ロットナンバー34117、中国共和国遠征街パターン MS63 というわけで、出ました、羽帽子。こういう帽子ですね。しかもパターンで今現在余裕の$75,000高まってまいりましたね、金額が。当時、中国の天津ミントでエングレーバーとして活躍していたルイジ・ジョルジ作というわけで、この肩のところにね、サインがありますね。で、どうやら説明によるとかなりのハイグレード、手つかずの状態だということで、もし中国コインを手に入れるならこれ
暗い気合を入れた方がいいと思いますので、入札する方応援してます。頑張ってください。ロットナンバー34151、中国共和国孫文ジャンク市中華 SP63 SP スペシメンということで、確かにこれですね、こういうところ馬の歯って言うんですけど、なかなか見たことない字してますね。でロイヤルミントの金の台で打たれたということで、台のポリッシュがすごいと。まあ、さすがですね。このピカピカですね。実物いいんでしょうね。さすが大英帝国。こんなね、波こんな繊細なんてすごいですね。ちなみに、ジャンクっていうあだ名で呼ばれてるんですけど、このジャンクというのは、この裏側の船のことをジャンク船と呼ぶとこから来てます。よく電化製品などでパーツ取りなど使ったりするのに、自分で修理したりとかっていう、そういう利用価値を失ってるものをジャンク品って呼びますが、それとはちょっと意味が違いますので、お気をつけください。ロットナンバー34164、遠征外10円金平 MS63。金貨のことを金平って言います。で、銀貨のことは銀平って言います。銅貨のことはドンペイって言ったりします。ちょっとね、用が違うんで気をつけてください。これなんか金貨だな、あ3万ドルだな方法と思うんですけど、こうサイズ見てみるとちっちゃいんですよ。ほらスラブね、これに対してこのサイズしかないので、こんな小さいのに3万ドル超えって強くないですか。で中国は銀の国なので銀貨の発行が圧倒的に多いです。だからこういう金貨本当本当に珍しいので狙われる方応援してるんで、ぜひ落札してください。ロットナンバー34166、ファンタジー5ドル金貨 UNC ディテールズファイアルリムってことで、伝説のコレクターにしてエジプトの王だったファルークの市中華の台と同じ型で作られたということです。このファルークについては別の動画で説明してるので、ぜひご覧ください。まあね、お金持ちあるあるのプライベートミントってやつでしょうね。ちょっとお金出すから打ってよみたいな感じで作ってもらったんでしょうかね。ちょっと私もね、早くそれぐらいになりたいですね。でこのファンタジー、これファンタジーって何か知ってますか。岩礁品っていう精巧に作られたコピー品のことなどを言います。よくね、日本のオークションカタログなんかを見てるとファンタジーっていう項目があったりなんかします。いいですよね、ファンタジー。夢がある感じがね、しますよね。ただね、知らない人が聞いたらね、あの人ファンタジーとか言っちゃってるってなるんでね、ちょっとあんま外でファンタジーって言わないように気をつけてます。ロットナンバー34173、レイ元寇開国記念兵 MS63。これがまた高いっすね。13,000ドル、いいっすね。日本ではあまり馴染みのないレイ元寇さんですが、最近お問い合わせが特に多いのはこの銀貨なんですよね。まあね、何があったんですかね。もし詳しい方いらっしゃったら、ぜひコメント欄に教えてください。で、この方、遠征外の死後、中華民国の大統領を2回にわたって歴任された方です。でね、写真をね、見てみると、よく似てますね。これね、よく作りましたね、これ。で、裏が、こんな感じです。中円、ザ・リパブリオック・チャイナ、50 cents。中円って50センチなんだなっていう感じですよね。ちょっとね、聞き慣れない単語が多いので、まあ気をつけて買うときは見てみましょう。ロットナンバー34201、中国1982年パンダ金貨のパターン初年号真鍮金メッキということで、大人気のパンダ金貨の初年号のデザインです。で、しかもパターンです。で、ちなみにこのパンダがデザインに選ばれたのは、当時パンダをモチーフにした映画が制作されていて、その関係者が造幣局に直接働きかけたということです。なんという強引なプロモーションなんでしょうね。作ってくれるんですね。権力者はすごいですね。で、そして、パンダ金貨は人気がある年号っていうのが決まってるので、この初年号の1982年っていうのは頭に入れて覚えておいてください。ロットナンバー34223、香港貿易銀ハーフビクトリア1866年 MS62 プラスというわけで、今まで何度かご紹介してきた香港貿易銀ですが、こちらはハーフサイズです。これね、スラブ見てみるとね、あ、なんかスラブ、もっとね、あれ、ビッチビチに入ってますよね。普通の貿易銀のトレーダーダラは。で、これキーデートって書いてあるんで、ちょっと調べてみたんですけど、1866年。あ、というわけで、これ初年号でした。やっぱりね、さっきのパンダ金貨もそうですけど、一番最初の初年号はどのコインも人気ですね。争奪戦になるかもしれないんで、皆さん気合を入れてビットしましょう。34234、栄領インド、ライオンモハール、カルカッタミントです。
すでにね、13,500ドル。すごいですね。ビクトリアのライオンも春です。ただね、これちょっと、カルカッタミントっていう風に書いてはあるんですけど、スラボを見たら、B&C、なんでしょうね、ボンベイとカルカッタ、なんだろうなっていうので、もし、詳しい方いたら、ぜひ、コメント欄にお願いいたします。ちょっとね、買うときに躊躇しちゃうかもしれないですね。ロットナンバー34236、日本改め産部サダギということで、日本もアジはというとこで紹介させてください。まあ、ただね、このね、見ていただいたらわかるんですけど、日本のものというと曖昧なコインですが、まあ、日本の歴史上に出てくるコインが強い価格なのは嬉しいですね。これは、メキシコの8リアル銀貨に、日本が改め産部と過刻印したものですね。で、この過刻印っていうのはチョップマークと言ったりしますが、世界各国にはいろんなチョップマークがあります。で、このチョップマークもそれぞれコレクターがいるので、争奪戦になるかもしれないですね。なんか久々に見た気がしますね、この改め3部。裏だけ見るとね、ちょっとわかんないんですけど、メキシコのね、いつもの 8リアル銀貨ですね。表を見ると、改め3部って書いてます。こういうのね、ちょっとね、気になるんでね、ちょっと、しちゃおうかなと思ってます。改め3部はね、やっぱりこう銀貨好きは1枚は欲しいので、状態もかなりいいのでおすすめです。今回、私的ハイライトは実はこれだったりします。ロット番号34240、日本旧10円金貨明治4年 MS66 スターということで、強い、グレードが強い、強すぎる人気の明治4年ですよ。で、これは、2006年から行われた伝説の日本の財務省のオークションがあったんです。近代金貨インターネットオークションって言うんですけれど、その箱のまんま鑑定がついてまーす。ちょっとね、見慣れないんでびっくりするかもしれないんですけど、ここに上と下ですね。ここと、ここに、キラキラ光ったステッカー貼ってあるんですけど、これで一応、封をしてます。で、直接、MS66 スターっていうグレードがついてますね。で、これは、この箱っていうのは、当時、一枚一枚日本の貨幣商協同組合が、人間が鑑定をして出したものですね。これです。日本貨幣商協同組合鑑定財務省。まあ、コラボみたいな感じですかね。ミニストリー呼ぶ、ファイナンス、ジャパン。で、極備品、油輪。出ました。覚えてますか？油輪か無輪かのやつ。前回の動画でね、見ていただいた方はみんな覚えてると思うんですが、ほら丸いのがある。というわけで、こう、油輪ですね。ちょっとね、ズルをした感じがありますけど。で、こういう特殊なケースも対応してくれるのが、やっぱり鑑定会社のいいところですよね。これ、なかなかね、こうまた入れてくれって言っても、このサービスはもう日本にはないので、このまま大事に持っておきたい方は、細かく指定して鑑定出すようにしてください。わざわざね、こうバキッと割らなくても大丈夫なんですね。というわけで、以上、まだまだ強い中国コインと、今からまだまだ期待のアジアコインのご紹介でした。中国コインの値上がりが中国経済の指標という側面がありますので、落札結果は要注目です。というわけで、今日もありがとうございました。この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。LINE 公式アカウントからどしどしお問い合わせお待ちしております。アンティコインマニアのレイコでした。